これが終わるまでちょっと試してみましょう。帰宅時に帰宅部っていうのがありましたね。中学時代は野球部でした。高校時代はもう半分帰宅部です。半分じゃない、ほとんど帰宅部でしたね。陸上部、これ陸上部のトレーニングです。陸上のあれです。いまだに陸上を着てます。別に意味はないんですけどね。ちょっと臭いかもしれないね。の転換で、印刷のなんとかなんとか、届くのかもしれないということで、鈴木くんっていうのがいたんですか。なんとかディオ、高垣なんとかさ、解析、高校の人はこれ見てるでしょうかね。ただのフリートーク、何のあれもないっていう。獣に与える、何を与えるんでしょう。需要を何とかだとか、裏はちょっとはもう裏はちょっと見えませんね。もうこれは DML DVD を見出しますね。力を検出するという、ということでございます。ちょっと裏はもう先端科学がいいですね。フリートークでフォークダンスで鳴る子坂っていうのがあるし、フリートークで鳴る子坂3点なんとかなんとか、これちょっと裏を見るとまたあれになりますから、ちょっとやっぱこれに行きましょうか。このやり方でちょっとフリートークして、なんかなくなるのも早いかもしれない。いや、また作ればいいし、またあれですね、あれにしましょう。またシュレッダーでやりましょうか。300円でシュレッダー売ってます。まあマルチパーツで300円でシュレッダー売ってます。ということをご存知でしょうか。わかりませんね。ご存知と言われてもプラスとマイナスが絶対に世の中にはあるという、一人投稿しているわけで、エネイブルなんとかです。何かを選挙する、ということで選挙、僕は先ほどのトークであれですか、学級委員になったことがある、一回ありますけど、一回じゃなくて、まあ、小学校の頃はいっぱいなったことありますけど、中学校で総務に3年の頃総務に乗って以来ですね。もうそれ以来なってないですけどね。激しい天王山なんとか、天王山電話で仕事を受けたい、電話してくれる人いないでしょうかね。僕に電話してくれる人、なかなかこうやって文章を読むという価値があるかどうか分かりませんけどね。もう生涯の伴侶として考えてみることできないでしょうかみたいな、ラジオのセリフみたいな強度がないという、この動画の強度を強めるにはどうすればいいんでしょうかねえ。何かいい方法はないでしょうか。中国の文献でも見てみましょうか。トライスなんとかはなんとかでありまして、なんとかなんとかで、映画の中にヒントはないでしょうかね。プロブレム、問題、用いられている用語、非常に使えないでしょうか。ということで今日はちょっと一旦休憩したいと思います。